スナーの皆さん、こんにちは。水木しのぶです。バンダンス8、水っきーの元気の出るラジオ始まります。この番組は水木しのぶこと水っきーが悩み事、心配事、毎日を楽しくしていくコツのようなものをゲストと一緒に普段の生活からわかることや今までの体験から、そしてタロットカードのメッセージからと多角的に見えること、感じることをお伝えしていきます。ミズキーの気軽に聞くことができるタロットカードをもっと身近にどんどん活用してもらえるように、今日もこの京都を中心に愛と勇気と元気になるタロットのメッセージを皆さんにお届けしていきます。この番組は有限会社ライブ京都 FP クリニックの協力でお送りいたします。答えを出さないタロット占いってご存知ですか？占いは答えが出るものと言われていますが、ミズキしのぶの占いは答えそのものを出すものではありません。答えはあなたの中にあるからです。誰かの決めた答えではなく、あなた自身が答えに行き着くために、水木しのぶがタロットを使い答えを一緒に探すお手伝いをします。これが答えを出さないタロット占いです。詳しくは http://amebro.jp/abundance8 abundance 数字の8をご覧ください。改めましてこんにちは、水木しのぶです。日中のお昼、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ今日も、今日のカードから、始めていきましょう。今日のカードなんですが、こちらですね。はい、塔と呼ばれているものです。で、塔なんですが、ちょっとこのカード分かりにくいんですけどね、建物に上からなんか隕石が降ってきてるみたいな感じのカードなんですけど、このね、よくタロットカードの中で怖いと言われている3枚のカードのうちの1枚で、まあこれを怖いと言われるカードの第2弾ということをお伝えするのかなと思います。確かにね、このね、塔のイメージっていうのが私もいろいろあって、バベルの塔っていうのを思い出すことがちょっとね、私には多くて、皆さん知ってるかもしれないですけど、なんかこうね、バベルの塔っていうのを作った人間が、まあ、ちょっと高い塔を作って神に近づくみたいな、手に神がいるっていうね、人は神よりすごいんだみたいな、なんか神をも恐れぬ諸行に出たために、神様が何言ってんねんっていう感じで怒ってそれを壊すっていう話があるんですけど、まあそのね、なんかこう塔っていうのを私が考えた時に、それは自分自身のことで、もう高みを目指すっていうことに関してはね、自分の生き方の上で必要なことで、それをみんな続けていってるんですけども、その高さが出てくるうちに傲慢になったりとかね、見下してしまったりとか、他人の助けがあって今までできたことを忘れてしまうっていうことがあるんじゃないのかなと思います。でね、それにガツンって上から壊されるとか来るわけですね。まあ、そういう環境っていうのは、その人だったりとか、そういう何ていうかな、社会の中であったりとかするんですけど、まあ、自分が作ったものをね、壊されるっていうことなんですけど、まあそうですね、壊されるっていうことは、その今まで作ってた自分の価値観から何か大きく変えるから、そこに立ってると邪魔なのでまあ壊して、一回壊してまた積み上げていく、新しい価値観とともに積み上げていくっていうのが、このカードの思うところだと思うんですけども、そうですね、こう何ていうかな、まあ、たとえ感謝しながらでも、多分作ったものでもね、結局ね、自分でね、いや違うかもしれないって壊しちゃうこともあるかもしれないんで、塔は必ずしも何ていうかな、作ってはいるんだけども、何度も何度も破壊をし、そして再生をするっていう、その破壊の時のイメージを持っているカードだと思いますね。今日のメッセージなんですけども、読んでいきますね。あなたの世界はあなたの世界、あなたの世界はあなたにとって大切なところ、あなたの自由があるでしょう。他人には入れないあなただけの世界ですが、それはもしかすると小さい世界かもしれません。あなたの世界はいつかあなたにとって窮屈になるでしょう。もしくは外からノックがあるかもしれません。それはノックではなく、世界ごと壊されてしまうことかもしれません。今こそその扉を開け放して、壁を壊して外の世界に出る時です。あなたの世界の外側にあなたが目を向けたとき、あなたの世界はさらに大きくなり、素晴らしい輝きを放つでしょう。でした。はい、今日の、ね、カードはこんな感じです。また次回、どんなお話ができるのか私も楽しみにしています。はい、では続きましてトークのお時間の方に移りたいと思います。でもね、今回また引き続き前回の、ゲストのゲルゲルしげるさんがしげるさんが来ていただいてます。
シルさん、こんにちは。はい、こんにちは。ゆるゆるしげるです。また呼んでもらって光栄です。ありがとうございます。来ていただいて。いや、また久しぶりに来て。そうですね。ちょっとお時間空いてましたね。そうですよね。はい。だから今回もね、ちょっとお話をさせていただこうと思うんですけど、はい、前回ね、最後の方にカードを引いていただいたじゃないですか。はいはいはい、話からちょっと入っていこうかなと思うんですけど、あれって引いてみてどうでしたかっていう、確かコントロールでしたよね。このカードですよね。コントロールっていう、上からね、やっぱいろいろなんかね、水木が言ってくれた、はい、イメージっていうか、はい、メッセージ、うん、なんか心にビンビンと響いたよ、本当ですか。よかった。本当に帰ってもね、みちみち帰りながらずっとやっぱり、はい、なんか意外と当たってること言ってくれてんだなっていうのがすごくドーンと来たって感じがした。そうですね。なんかね、質問はしてないんですけど、質問しなくてもカードはちゃんとそうだよね、シゲルさんに対してのメッセージを言ってくれるっていうのが、タロットカードのいいところなんですけど。でもタロットカードってさ、いっぱいあるんでしょ、種類が。そうなんですよ。なんかね、結構スタンダードなカードとかは使われてる人多いんですけど、私が持ってると お正禅タロットっていう、なんかお坊さんが入ってるようなカードがあるんですけど、そのカードもいろいろありまして、ちょっとこんな感じで、そうだよね、いいかな、こんな感じの、そのちょっとオリエンタルな柄のやつで、この間はさせてもらったんですけど、その、今日唐の話した時の唐っていうカードがある方は西洋タロットというか、西洋の歴史をこう組み込んだカードで、ちょっとこう、そうですね、ヨーロッパチック。そうだね、どっちかってそんな感じでヨーロッパチックなカードになってます。これもちょっとね、変わったカードではあるんですけど、本当に種類がたくさんあって、そのタロットカードっていうのがその固定されてないから、いろんな解釈もできるっていうのはそこなんですよね。でも一枚一枚にさ、そのなんかメッセージというのが含まれてるんでしょ。そうなんですよ、結構、ね、それを伝えていかなきゃいけないのが大変だよね。考えてみたらね。そうですね、なんかこう自分が喋ってることに関しても必ずしも同じパターンで話をしてるわけじゃないんで、そうだもんね、なかなか組み合わせだったりとか、話の仕方っていうのはこっちに委ねられるですけどね。そうだよね。まあでもね、実もね、私も去年の7月にお店をオープンしたばっかりなんだけど、その時にまだ東京に昔いたから、京都に来て8ヶ月ぐらい経ってからお店をやることになったんですよね。その時にやっぱり悩んで、占いとか何回か見てもらったけど、パーッとしなくて、もうどうしよう、これじゃあもうまた東京に戻って、東京でまた一から頑張ろうかなと思った時に、そこでちょっとね、知り合った芸妓さんたちがいて、その芸妓さんたちと知り合ったことで、なんか女子会とかいろいろ開いたりとかしてたのね。その時にそういう話をしたら、せっかく知り合ったのにね、京都でまたお店やればいいじゃないとか言われて、でも誰も知らないのにね、そんなやれるわけないじゃないとかって話をしてたら、でも必要としてる人がいるから、その必要としてる人たちがいるのに、なんで東京にわざわざまた帰んのって泣いてくれたのね、その芸妓さんたちが。そうなんだ。もういや、どうしよう、これじゃあ一つやんなきゃいけないなと思って、パッと花開かせようかなと思ったのがきっかけでやりだしたんだけど。そうなんですね。そうかと思うと、今回もほら、前回にほら水木がメッセージを伝えてくれたじゃない、やっぱその芸妓さんたちのメッセージもあったけど、水木のメッセージもなんか胸にスキンときちゃったから、こうやってやっぱり巡り合わせっていうのもあんのねと思って、京都に来てちょっと、まあ今は1年半ぐらいになるけど、ちょっと良かったかなと思うようになってきた。そうなんですね。ね、もっとだからさ、水木とも早く知り合ってればさ、また ね、ちょっと変わってたかもわかんないけど、このタイミングですよ。今こう会えたからいいかなと思うけどね。やっぱね、そのタイミングは、だから私が、もし近くにいたとしても、その芸妓さんのお友達が多分言ってくれたのが、しげるさんにとって一番いい言葉というか、そのなんていうか、ズキッとくるというか、ドキッとするというかっていう、それがあって今いて、でその関係で、お知り合いになることができたっていうのは、それで、ね、その確認じゃないですけど、やってることに対しての、カードのメッセージが、それをもし私が伝えられたとするんだったら、もうそれは本当にこういろんなご縁の中から選んでもらったんだろうなと思います。だから本当に良かったかなと思って、ありがとうございます。今日もまた楽しみだったね、また会えて、いろんな話ができるかなと思って。ありがとうございます。よかったよかったと思って。よかった。だからね、やっぱりいろいろ、そうだな、お客さんでもいろんな方がいらっしゃるんですけど、やっぱこうね、
みんな人間なんで弱いじゃないですか。そうそうそう、結構悩んだりって、もう私の占い師の私ですら悩みますからね。あ、そうだね、そう、うん、なんか占いしてるから悩まないでしょうとか言われるんですけど、うん、なわけあるわけじゃないじゃないですか。そうだよ ね、だから私なんかでもずっとやっぱ悩んでるし、うん、毎日毎日いろんなお客さん来られて、うん、どんな話持っていったらいいのかなって、うん、こういうこと言っちゃいけないんじゃないかなとかさ、うん、やっぱり水木なんかもそうやって考えちゃうでしょ考えますか、ね、なんか同じような感じだよ ね、考えてみたら、そこね、やっぱね、うん、対面でお客さんがいて、うん、話をしてキャッチボールをするっていうことを考えると、うん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 、どうしてもねやり取りが発生する以上、 そこに意識は少しありますよね。わかるわ、そこが本当難しいなと思って難しいですね本当に毎日毎日のことだからさ。そうですね、毎日ですもん ね、そう、うんうん、同じお客さん来た時は、あ、昨日喋ったのに今日は何喋ろうとか本当ですよね、考えちゃうもん、大変、本当に大変だと思う、うん、でもそれもなんか、なんて言うんだろう、毎日とね、うん、昨日来たお客さんがあって岩畑みたいにあの、ね、続けて来たくなるというか、うん、その茂さんと話して元気になりたいとか、うん、なんかここ来たら楽しくなれるんだなって思うっていうのがすごくこう、うん、なんか大事なことかなっていうか、そういうご縁があるっていうのがすごくいいことだと思うんですよね。本当、ご縁つながって初めて、ね、お話ができる方はやっぱりなんかこうその時に必要だったからみたいなのがあるじゃないですか、うん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 、だからそういうのを考えると、ああ、よかったなと思って、伝えられることが自分の中でちゃんと伝えられたんだったら、うん、そうだね、よかったなと思いますし、うん、お客様にも、うん、あ、もうあの一言があったんで頑張ろうと思いますとか言ってもらえるとか、うん、ね、茂さんとかでも元気になったわ、じゃあまたとか言って帰ってくれますよね。そうだよね、うん、いや、この間楽しかったからまた来たんだよとかさ、うん、言ってくれると ね、やっぱりなんか、あ、よかったんだ、やってることが当たってんだなとかね、そうですよね、思っちゃうしね、うん、思いますよね、うん、なんかそういうのもあって、そのなんかね、みんなね、こう日々いろんな生活をしてて、うん、あのね、しんどいとか辛いとか、これはちょっと身内にも言えへんわみたいなことがあるじゃないですか。そうだ ね、やっぱりそういうのね、やっぱり他人だったら言いやすいみたいなとこあるもんね。そういう時にその、ね、しげるさんのお店とかに行って、うん、こうちょっとね、元気になるためにこう喋ってこようとか、うんうん、あのパートしてこようだったりとか、うんうん、まあ、ちょっとね、一人でこうややこしい話なんで、ちょっと聞いてほしいんですみたいなのを私がね聞くっていう、そうだね、その方がいいかも、そういう形でなんか、まあね、うん、あの適材適所ではないんですけど、うんうんうん、そういうところに使ってもらって毎日こう楽しく、ね、うん、そうだね、元気になって、うん、やっぱ元気が ね一番だよね、一番ですよね、思い悩んでてもしょうがないそうですよね、そう、楽しく明るくいかないとね、毎日を、そう、うん、できれば本当にもう悩み少なくいきたいですよね本当にね、このラジオ聞いてもらってる人もね元気出してもらうよね、本当に元気に、ね、なってもらって、そうだよ ね、そうなってもらわないと困っちゃうしね、本当ですよ、だから、うん、あのなんかこうパッと元気になりたいときはしげるさんとこのお店にちょっと行ってもらって、でこうね、ちょっと悩み聞いてほしいんですっていうやったら、うん、水木のところに来てもらうっていうのが一番いいかなっていう、うん、皆さんちょっと宣伝、そうみたいですよ、そうみたいですよみたいな、はい、よろしくね、はい、本当にありがとうございます。じゃあちょっとお時間が来たみたいなので、本当に今日もありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございました。ございます。では、ですね、次回の、アバンダンス8のですね、お日にちが3月23日お昼の12時15分からです。でこれね、再放送もあるので別聞いてください、皆さん、今日も一日、楽しくいきましょう。今日もね、元気出して頑張っていきましょう、はい、頑張りましょう、はい、ではまたまた。この番組は有限会社アライブ京都 FP クリニックの協力でお送りいたしました。